おはようございます。もうバッチバチの寝起き、もう今日に関してはもうバッチバチの寝起きですけど、何するんですか。僕は企んでることがあるんで。春になりましたね。もう、もう春ですよ。ということで、新しい服欲しくね。おはようござる。はい、ということで、やっぱり春服欲しいなと思ってきたので、今回はもう横着しません。もう全くもって横着しない。ということで、いつもは家の近くの近所のセカスト行くんですけど、僕はもうね、市内の方に出て、セカスやらトレファクやらいっぱいあると思うんです。うわ、すっごい髪型だね。だからね、市内の方に出て、アイテムを探していきたいわけなんですけども、今日はですね、いつもちょっと違いますよ。狙ってるものが僕変わりまして、今ちょっと新アイテム狙ってるんですよ。今までね、シャツとか、まあそこら辺欲しいなとか言ってたんですけど、やっぱりこの時期ハーフパンツが欲しいんですよ。ということで、はい、普通にシャツとか、まあパンツとかスラックスとかセットとかパーカーとか全部探しながら、まあ僕が一番狙ってるのは、まあまあハーフパンツ、まあどれがあるかわからないんですけど、まあ物にないですけど、賞味、まあハーフパンツもそれに参加しましたということで、ハーフパンツも探していきたいと思いますので、バーと全部行って、それでもないなーってなったら普通にね、古着屋さんも回れるかなと思いますので、とりあえずね、心斎橋の方に向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。まーすまはい、ということで今から向かっていきたいと思います。ワンチャンね、その心斎橋行くときにね、友達がちょっと、僕後輩がバンタンの方に通ってまして、スケボー科のね子がおって、その子がね、ワンチャン暇なんでね、滑れるかなみたいに思ってスケボー持っていきたいと思いますので、もしかしたらスケボーの動画も映ってるかもっていう感じで、ということで行きたいと思います。出るって言うと、行っていいや。心斎橋は最近はなんかルギアみたいなのが結構寄って周りに行ったんですけど、セカストとかトリファク系はね、古着屋行ったついでにちょっとしか見てないんで、まあ、やっぱそのマインドが違いますね。春にもなってね、僕の家の近くのセカストとかもめちゃくちゃね、商品とか変わってたんでね、そっちの方もね、総入れ替えしてると思いますので、ハーフパンツとか多分ね、あると思うんですよ。だからね、そこでね、ゲットしていきたいと思います。絶対に黒を勝ち取るからね。はい、ということで第2期コーナー行きます。駅で買った朝ごはんは何でしょうなコーナー。ひえ、今日僕が朝ごはんを買ったのは、駅前セブンイレブン。第2、ささやかな栄養としてこれ、野菜生活必須でございます。米粉のパンです。ルブリモッサリーパン、もっちりブールでした。これも美味しいですね。米が入ってるということで栄養は満点だと思います。そして最後は、ガブリチュー、これですね。カットでスリーターン。ということで心斎橋に着きましたので、ちょっとトレファクとか行ってみたいと思います。パンタン終わりの学生です。じゃあまあ普通古着でも巡りながら、ちょっとストリートでもしていこうかなと思います。ねえ、今日何狙って。キャップや。俺あれやねん、ハーフパンツやな。 T シャツな。まあそろそろ T シャツよな。ハーフパンツマジ置いてるとこ少ないねんな。またなんか出してないんか知らんけど、古着屋とかで早置いてほしいよな。トイとかは結構置いてんねんけどな。あトレファク買うかにあるんです。1万の手前ぐらい。おっとあるやん。ということで、トレファク行ってきたんですけど、めちゃくちゃいいのあったっすね。僕が一番最初に言ってた、ハーフパンツ狙ってたやつね。めっちゃいいのあったから、しかもデニムハーフパンツをね、ゲットしやした。ありがとうございます。ということで、どこ行こうかな。何系がいい？古着屋系がいい？どっちがいい？金銭的にはもう、帽子欲しいんやろ。堀江の方行ってみる一回。堀江のベイドンスってとこはな、レントも多分好き。めちゃくちゃかっこいいけど、帽子の、その、ガサッと置いてる系の場所があんねん。ガサッと帽子コーナーあんねん。そこにな、たまにかっこいいのあるしな。ポップ系な感じのアイテムバリー置いてるから。行きます。ってことで、とりあえず僕の好きな古着屋のデイリードーズっていうところに行って、セガストもね近くにあるので、そこに向かいたいと思うので、今堀江に来ました。堀江、おしゃれな街堀江。多分レンとか探してるキャップとかも多分僕はあると思うので、僕もデイリードーズでなんか買えたらねみたいな感じで行きたいと思います。はい、ということでデイリードーズ来ました。来まーす。はい、ということでデイリードーズに行ってまいりました。入ったらとてもやばいものを見つけてしまいました。そして買ってしまいました。Thank you。 今日早かったな。早いね。やばかったな。金田も早すぎた。これが多分ね1、4ぐらいしたんですよ、値段的に。靴なんですけど、やってんな、マジで。開始早々30分ぐらいで、まず2万ぐらい使ってしまいました。ということで、帰って紹介したいと思います。の前に一緒に、ちょっと、5スターかな、はい、?5 スターちょっと行きたいねとか言ってるんで、5スターとか行きつつ、僕もなんか、小物でもなんか、買うもんあれば、みたいな感じで、とりあえず、5スター行きたいと思います。
よろしくお願いします。はい、ということで5スター行ってきて、あれおったな、紅桜おったな、普通におった。5スター行って、まあ、こいつがなんかドゥーラグ買って、で、まあ、俺もねそんな2個しか買ってないんですけど、結構ええ感じの値段のやつ買ったんで、結構満足というか、だいぶ金使ってもうたから、結構なんかお腹いっぱいみたいな感じのとこなんで、とりあえずちょっとストリート向かおうみたいな。今心斎橋から梅田方面にプッシュでストリートしながら回ってます。ってことで、まあなんかいいスポットとかあったらね、ちょっと動画でも回してみようかなと思います。おっす。降ってきてしまいました。ということで、中之島のガーデンブリッジの高架下のところでちょっとねフラットやけど滑っていきたいと思います。ミスった、雨降るなって聞いてなかった。それフラット頑張りまーし。ということで帰ってきて、ノーコーヒーでコーヒーでも飲んだので帰りたいと思います。帰ったら家で紹介したいと思いますので、結構ねいい感じのやつ2つ受け取ったんで紹介しますね。はい、ということで帰ってまいりました。はい、めちゃくちゃねいいものゲットしてきましたよ、マジで。最初まずトレファク行って、ここでトレファクで結構ね迷ったんですけど、ま最後の方にねポーンってね、そんなとこになんでそれあるんですかみたいな感じのところにあったねハーフパンツが一つと、あとはそのあとデイリードンっていうフリア、ちょろっと正直ね、セカストとかもちょろっと行ったんですけど、あれねみたいな感じだったんですよ。手前のトレファクの方ね、トレファクに近い方のセカストとか行ったんですけど、ちょっとちゃうなみたいな感じになって、でその後デイリードンズ行って、まあ普通に僕のね後輩がですねキャップが欲しいと言ってたので、それを見に行ったんですよ。そしたらなんかね上の方にねなんかすげえかっけえやつありやんか、やべえなみたいな感じで思ってて、ちょっと履いてみるかみたいな感じで履いてみたら、グーって感じだったんですよ。マジでめちゃくちゃかっこよくて、ほんでそれでね買ってしまいましたね。こちらをね、こちら2つを紹介していきたいと思います。まあちょっと品数は少ないんですけど、色濃いもんというか結構ごついもんをね買いましたので、こちらもどっちも紹介していきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。はい、ということでまず1つ目がねこちらでございます。じゃじゃーん、見てください、ハーフパンツでございますね。めっちゃかっこいいんですよこれ。ちょっとベルトは僕がつけてるだけなんですけど、めっちゃかっこよくね、この色、この濃い感じの色どうですか。その色とかどうとか、そっち系よりも僕はですねやっぱりサイズ感というか、この形、どんな形がいいかなみたいな感じで、ね、形を探すのが一番難しくて、まずねこのねどこのブランドかと言いますと、これ多分みんな知ってると思うんですよ。見てください、タグをロカウェアでございます。はい、ロカウェアです。ほんで見てください、このバックポケットの刺繍ですよ。これすごくない？これ刺繍ですよ、刺繍ですよ。これ刺繍なんやばないですか。なんかよくわからん感じのデザインがバックポケットに結構デカめに刺繍されてますっていう感じのハーフパンツでございます。普通にバリかっこいい。ロカウェアってね、G のブランドなんですけど、まあ結構だいぶ 90s っていう感じで、こういう感じで刺繍が入ってたりするんですけど、範囲も結構大きい感じで刺繍は入ってるんですよ。結構落ち着いたような感じのトーンのね、刺繍なんでね、写真とか撮っても、なんかあるかよ、ないかよくわからんぐらいのデザイン入ってんなぐらいの感じの、結構なんてやろう、うるさくない感じの刺繍のデザインやったんで、めちゃくちゃ僕的には刺さってですね。ハーフパンツって正味ね、どこでも売ってる人売ってるんですよ。時期とかによればね。けどね、ハーフパンツって僕めちゃくちゃ難くて、どんなの買おうかなって時、やっぱね一番難しいのがね形なんですよ。僕がねこのねハーフパンツを買った時に意識したこととしてはですね、まずはですねここのね長さですよね。丈はねさすがにやっぱ長い方がいいです。僕は長い方が最近は、ここは結構長め、丈は結構長め、ここら辺でねバツンとね着られてるハーフパンツとかが多分多いと思うんですけど、結構これは長めですよ。結構縦長のね長い丈のねデニムを選ぶこと、その際に注意してほしいのがですよ、股髪がここなんですけど、股下をねちょっと意識してほしいんですけど、また下のここのね部分、ここ開いてる部分がね、ここは長い方が僕はいいかなと思うんです。というかまあ丈が長くなるんですよね、ここのね長さは多分長くなっていく
ると思うんですけど、このね、ま、股髪がね、ここら辺のやつがあるんですよ。これはこれでなんかちょっとね、シルエットが四角になってやろな、うん、また下結構あるやつ、丈長めのやつ、そして渡りが太くないといけないんですよ、まず。ここ渡りは太く。でないと、なんか、よくあるじゃないですか。七分丈みたいな感じのパンツみたいな感じ。ここの渡りが太くない。言うたらあれやけど、金持ちのおじさんみたいな感じのパンツあるじゃないですか。あんな感じのね、イメージになってしまうので、絶対渡りは太くいくんですよ。また下広め、丈長め、渡り太め、はい。で、最後一番僕が重要だと思うのは、裾口ですね。裾口が広いやつを選ぶ。うん。これがね、わかります？キュッてなってると、これはこれでなんかまた言うたら、おじさんみたいな感じのハーフパンツというか、金持ちっぽい感じのハーフパンツみたいな感じになっちゃうと思うので、ここの裾口は絶対広い方がいいですね。シルエット的にはまあ、あれだと想像してほしいんですけど、こう、なんていうのかな、台形みたいな感じの、普通に立って台形みたいな感じ、若干台形になってるような感じのシルエットを選ぶと僕はいいかなと思います。これも結構その台形っぽい感じの形してますでしょ、こう広げて持った時に。わかります？こう、こっちに流れてて、台形みたいな感じのシルエットしてるじゃないですか。そういう感じのね、ハーフパンツ選ぶと僕はね、いいんじゃないかなと思います。だからね、僕が探してるハーフパンツの形でね、めちゃくちゃいい感じのやつが見つかってよかったんですけど、リーバイスとかでもいっぱいありますよ、ね。オールドネスとか、その辺でも結構ね、そういう感じの形とかあるんですけど、ほんまね、探すの難しいんで、デニムハーフパンツって探すの難しいと思うんで、このブランドみたいにね、ナインティーズのブランドとかで、ね、探してみると意外とね、形的にはね、困らないかなみたいな。だいたいこういう感じのね、でかい感じのハーフパンツが多いんで、ナインティーズのブランドとかは結構ね、探しやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあナインティーズのブランド、バチバチ刺繍がぐわーって入ってたりするから、まあそれはなかなか難しいところではあるんですけど、デザインとか選ばないといけないんですけど、これはね、結構落ち着いた目でね、刺繍入ってて、なんなら可愛いみたいな感じの刺繍なんでね、すごい良かったですね。これマジゲットしてよかった。バリかっこいいですね。これめっちゃ履くと思いますよ。これめっちゃ色落ちさせるから、俺こうして。やばいな。任してー！ということで、一回履いてみます。はい、ということで、ちょっとごめんなさいね。一回履かないともう気が済まないので。はい、どうですか？わかります？見えてますかね？かっこよくね？めっちゃかっこいいですよ。見えてるかわかんないんですけど、こんな感じでございます。バリかっこいいでしょ、これ。この丈感っすよね。裾口が広いからちょっとストリートな感じに見えるし、丈も長いからね、このぐらい、すねいかないぐらいの、この丈感で履けるのがめちゃくちゃかっこよくて、僕、こういう感じでね、デニムショーツでね、スウェットと合わせたかったんですよ。春にね、こういう感じで、スウェット着まして、デニムショーツでこう合わせたかったんですよね。めっちゃかっこいいわ、これ。やばい。マジ調子いいっすね。めっちゃいい。この裾口が広いからね、こう、膝とか畳んだ時にね、なんか、ダサい感じにならないんですよ。これがいいんですよね、このストリート広いやつは。やっぱストリートファッションとかする方とかやったらね、こういう感じのサイズ感選ぶのが一番いいんじゃないかなと僕は思いますけどね。どうしたどうしたどうした、やばい、バリ調子いい。ほんでね、こう後ろの刺繍とかもバリ可愛くないですか。もうちょいハイウエストで履いたらちょっと隠れちゃうぐらいになるんですけど、ほらこれでもちょっと若干見えますよみたいな。バリかっこよくね。調子いいっすね、これは。好きっすね、丈感といい色といい。濃いめの1個欲しかったからね、っていう感じでございます。結構いい感じのゲットしましたね。これはめっちゃ好きっすわ。そろそろスネギもそろなんか引きか、どうしようかな。今年は遊ぼうか、ちょっともそのまま行こうか。難しい問題です。はい、ということで次はですね、デイリードンで買った靴かな。靴ですよ。紹介します。いきます。やばくねー、これめちゃくちゃかっこよくないですか。やばいっすよ、これアディダスですね。アディダスのシューズを買いました。めちゃくちゃかっこよくね。こんな感じです。見てください、このね、全体的にはこう赤のボディ、エンジっぽい感じかな。バーガンディみたいな、ちょっとエロい感じの赤にこういう感じで金のラインでね、入ってるっていう感じの靴なんですけど、これなんとシティシリーズかな。シティシリーズの、見てください、ニューヨークですよ。うぅ、ニューヨーク大好きですから。さっき T シャツ着ましたニューヨークってね。ニューヨークのシティシリーズのやつ最強じゃねみたいな感じで買いましたね。シティシリーズやとは思うんですけど、ニューヨークって書いてるから。ほんでね、ちょっとランシュっぽい感じの、ここのね、アウトソールのところが、横のところがね、見てください、クロコダイルみたいな感じで、なんかメッシュみたいな雲みたいなのが通っとって、なんかちょっとね、ランシュっぽいけど高級感めっちゃこだわってるよみたいな感じのアウトソールしてまして、後ろは結構ギスギ
座でギザギザで着やすい感じしてまして、ほんでね、ここがねスケボーできんちゃうかっていうぐらいスウェードなんですよ。ここ、ね、結構やっぱスウェードとかね買ってくるとすごい高級感ありますし、色的にも色合いもすごい高級感あるでしょ。バーガンディとかいいんですよ。エロいからやしない。でこのね終端のところがねすごい長いんですよ。終端がすごい長いからねめっちゃね足を覆いかぶさってくれる感じがすごいかっこいいんですけど、ちゃんとなんかローカットの感じで収まっている感じが僕はもううんやーやばいっすよね。これめちゃくちゃかっこいいっすわ。でこのねそのシューレースをここにはめるところがなんかこういう金具系のやつになってて、ほんまに作りがこういろいろね売ってるというか売ってるし、僕はあんま見たことないようなデザインがねいっぱい散りばめられてたんでね、めちゃくちゃかっこよく感じちゃいました。あれかっこいいっすよ。これやばいっすよ。ちゃんとアディダスやしね、ニューヨークこれでニューヨークあー多分これがむちゃくちゃかっこいいと思ったんですよ。その最初うわやっばみたいな感じになってて、いやでもちょっとな高いしな、まあ今日はやるときかぐらいの気持ちだったの最初。ただここにニューヨークって書いているだけで、もうなんかねミーハーさんなんかわからないんですけど、やっぱニューヨークに惹かれるんです。やっぱ、まあ、キャップでも NY 欲しいし、なんでも T シャツでもねニューヨークとか見るとすごいなんかね上がっちゃうんですよ。だからねもうあざーって感じですね。見た瞬間もうくっもう行くしかないってなってもう買っちゃったやつでございます。めっちゃかっこいいですね。ちょっと履いてみます。はい、ということで履いてみた感じこんな感じでございます。めちゃくちゃかっこくねーかい、やばくねーかい、ウェイバリしてぐらいしかい、めっちゃかっこいいですね。勝利やばい。結構ごつめな印象あるけど、ちゃんとローカットに収まってるとこも多いし、これなんか完璧ですね。こんなスラックスとかと合わせたらめちゃくちゃ渋いちゃうかっていう感じの、色合いも結構なんか使いやすい赤してますしね。カッファイヤーみたいな感じの赤じゃないから、意外とねその何人でも合うというか結構合わせやすいちゃうかなと思いますし、まあそれでもねちゃんと色使ってくれてるからおしゃれな感じも出ますしね。やっぱ色使うとおしゃれに見えますから、おしゃれは足元かららしいです。ということで、すっげーね使いやすいしかっこいいしね、アディダスですね。時代はアディダスということで、こんな感じでございます。今回買ったやつは結構ねなんかすごいお腹いっぱいというか満足いきましたね。2つでめちゃくちゃ靴もね欲しかったやつ、靴もめちゃくちゃ欲しかったけど結構満足して帰ってこれましたということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はいや、ということでインスタグラムなどね、それで概要欄にありますので、下からフォローよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。